はい、NHK をぶっ壊すということで、今日は久しぶりに六本木の自宅からです。令和5年2023年11月21日17時04分になります。ちょっとね、まあ、ツイッターではすでに書いたんですが、ふにゃっていう人が、ちょっといろいろと教えてくれてましてですね、大津が、この間、斉藤健一郎君議員に会った時に、立花がですね、11月中に捕まるとか、逮捕されるとか、斉藤健一郎さんたちも、いわゆる他の人たちもですね、共犯ですよ、みたいなことを言ってて、その中身についてやっとですね、出てきたというか、で、もう本当バカだな、こいつらっていうレベルなんですが、一応解説をしておきます。まずですね、3.3 億円の借金、いわゆる党から立花個人が 3.3 億円の借金をしています。これが、会社に対しての背任とか横領って言ってるんですね。あのね、政党、いわゆる NHK 党というのは国政政党で、このようにですね、会社法じゃなくて、このような法律が該当してですね、いわゆる政党助成法の第4条、この法律運用等でね、国は政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付にあたっては条件をし、またその使途について制限してはならないって書いてあるんです。どんな使い方しても構いませんって書いてあるんですよ。つまり、立花個人に 3.3 億貸そうが、立花の会社に、1億円支払おうがですね、何ら問題ないって書いてあるんですよ。で、それがもう冒頭、その基本中の基本が、なんか頭がおかしいから、それがわからないから、この 3.3 億の借金が犯罪だって言ってるわけですね。これ名誉毀損ですよ、言っときますけど。立花に対する思いっきり名誉毀損ですね。で、ちなみにこの 3.3 億というのは皆さんご存知の通り、ガーシーに対して僕は 2億円貸してます。党から僕が借りて、僕からガーシー2億円貸してるんですね。で、残りの 1.3 億は、ほぼですね、最初に僕が2019年に政治団体から、いわゆる参議院選挙に出た時に37人立候補してくれましたよね。で、比例の方が4人ですから、両方で37名の立候補者が出たんですよ。もっとかな、37+41人。41人候補者出したんです。で、当時の供託金だけでもほぼ 1.3 億、選挙代で 1.3 億借りてるんですよ。僕個人が。で、僕個人が借りたものを、今、政党から借りてるだけで、この 3.3 億円の借金なんていうのは、もう、収支報告書に上がってるわけですね。で、大津は、これをなんか、今見つけたみたいなこと言ってるのかな、わかりませんが、大津は5月の10日にですね、記者会見を開いて、警察と連携してるって言ってますね。どこの警察か言えませんがと言ってるんですが、まあ、まずこの 3.3 億の借金については、はい、全く問題ありません。法律違反でもなければ、道義上の違反でもありません。もう終わりです。2個目、親族への不正な利益供与。うちの娘に対して、家賃を払ったりとか、役員報酬払ってます。じゃあ、親族への不正な利益供与ってやってるの誰よ？大津さんじゃないの？ひょっとして。大津彩香さん、あなた大丈夫ですか？あなたのお父さんはあなたが仕事もしていないのに、あなたに給料払ったりしてませんか？これ疑いですけど。あなたが自分の国政政党の党首と名乗りながら、自分の収入源を言わないからこういう疑いかけられるんですが、大津彩香のお父さんは株式会社です。働いてない人にお金を払うことは、それは脱税とかになります。法人税法違反とかなるんです。そこは。いわゆる会社ですから、法人税払わなきゃいけないですね。でも、国政政党は会社じゃないから、脱税にはならないんですよ。もちろん、先ほどの法律と一緒で、どんな使い方しても構いませんと。だから、大津彩香のお父さんの会社は、国民に対して資質を公開する義務ないんです。税務署とかに公開するだけであってね、ないんですが、政党はその代わり、自分の息子や娘にいくら払ってるかって出てくるんですね。で、それは出てきても何ら、娘は現に党の臨時管理人と。僕に何かあった時には、娘が、やらなきゃいけないっていう決め事をしてるんで、その娘に対して月20万払うのが、これが何が問題なんですかって、少なくとも法律上の問題ありません。はい、1番、2番終わりですね。で、3番、8000万円の送達詐欺とか言ってますけど、送達詐欺なんかありませんから。
この8000万円についての送達はちゃんと船橋の方にやっていますので、郵便局員を騙したとか、まあ、詐欺っていうのは誰かを騙すことなんで、郵便局員を騙したとか裁判所を騙したとか一切ありません。だからこの8000万円については細かいことを言い出したらキリがないんですが、これについてやっと大津が、警察に行ったんですね。捜査二課の方に行ってきました。もうね、大津がいらる、いろいろとそんなのはなんか警察から聞いたとか、なんていうのかな要はしらばっくれてるんで、大津にしかわからない言葉で、ものでちょっと返しておくとですね、誰に持っていったか、ね、警視庁刑事部捜査二課の警部補の一番頭が竹松竹、いわゆる松竹梅の竹、一番最後は助、四文字、漢字四文字で竹なんとかなんとか助さんと同じく捜査二課警部補の、大きい小さの第に最後は成っていう字ですね、ひらがなの正みたいな字書く人ですよね。トヨタ弁護士と一緒に行ってるでしょ。門前払いされてますよね。だからもうこのね、大津が唯一その具体的なものを言い出したのはこの 3.3 億円と、まあ最近ですかね、 3.3 億裁判してください。全然こちらとしてはやって対応します。でこっちの8000万円も送達詐欺とかなんか言ってますけど、誰を騙したんですか。横領で持っていったようですけどね。横領がなんか認められないからなんか詐欺でやろうとしてるんですかね。どうぞ頑張ってください。全く問題ありません。で4つ目、大津への名誉毀損と言ってますね。大津に対して名誉毀損してるんだったら、僕が大津に名誉毀損されてるんだから、反訴してきたらいいんじゃないですか。こんなの民事も刑事も取り上げるわけがない。何を毀損したんですかね、あなたの名誉。で4つ目、政党への業務妨害。それはこんなことを思ってたら業務妨害と思うでしょうけど、業務妨害なんて警察に届け出るんだから、とっとと警察行けばいいじゃないですか。でまあ、とにかくこの8000万円だけは警察に行ったって情報が入ってきてます。でそれは門前払いされた、受理されていません。コピーすら取らない。でいや、そもそも所轄に行くのが普通なんですけど、警視庁の本部に行ってるんですが、まあ警視庁の本部であろうが、刑事告訴っていうのはまずはコピーを取ってくれるんですよ。警察が、まあこの間の、あの人の事件で分かりましたよね、文春の木原誠二の奥さんのお父さんというか、木原事件で殺された方のお姉さんとお父さんが警察に行ったらコピーを預かられた。でその後翌週に原本をね、印鑑をした原本を受け取ってくれたっていうことで、まず告訴状、警察に被害届や告訴状を出すとき、特に告訴状を出すときはそれはコピーを預かってくれるんですが、コピーすら預かってもらえなかったと聞いています。はい。でまあこういうことでですね、大津が言っている、まあ、5つの私の罪あるいは政党の罪っていうのは本当頭おかしいよねって、あんたら法律見てんのって話なんですよ。だから何度も言いますが、一般の会社ね、株式会社だとこれはダメですよ。まさに僕、担保もなくね、いくら社長といえども社長に 3.3 億のお金を貸し付けましたと、担保も取らずに会社がすごく損害を食らいました。そうすると特別背任罪ってあるんですよ。特別背任って罪があるんですよ。でも政党にはそもそも特別背任って適用されないですよ。じゃあ背任罪に当たりますかって言ったら、ちゃんとガーシーにね、お金を貸したりとか、党のためのお金を使ってない、個人のためのお金を使ってないんだから政党なんですよ、これ。全く問題ない。政党っていうのは真っ当な使い方をしているので全く問題ない。まあ、2番もそうです。ちゃんと娘は働いてくれてるからお金を渡してるだけの話です。で3つ目についてはやっとね、これは警察が受け取ってくれるんじゃないかと思って大津が調子乗って、警視庁に行ったんですけども、県もほろろでしたと。で、4番5番については何の動きも出てませんと。でこれで立花が、今月逮捕されるということを信じてるやつだってめちゃくちゃやばいんですが、そういうやつらにはこの共同不法行為とか教唆っていうのが適用されるんです。で僕は実は大津の方でお金を使ってる、党のお金を使ってるっていうことも掴んでいます。で大津急に今かぶり良くなりましたよね。で党のお金を使ってるっていうのは僕は実は掴んでいてですね、あえてそこは泳がしています。っていうのは代表権裁判で勝った時に、共同不法行為とか教唆で
大津だけじゃなくて、これ実は大津のお父さんまで動いているっていうのが分かってきています。でそれ以外にも何人かが動いていますので、共同不法行為あるいは共同不法行為の、まあ、不法行為の教唆っていうので、代表権の訴訟がね終われば、民事も刑事も含めて訴えていこうと思っています。で最後に、まあ、覚醒剤って書いてるんですが、昨日ガッツチャンネルの中島蓮ですね、こと名前になったかな、まあ、いわゆる中島蓮君が捕まって、覚醒剤取締法違反っていう罪で捕まっていますが、彼覚醒剤持ってないですよね。覚醒剤持ったり使用したりしてないのに覚醒剤取締法違反捕まったっていうのは、あれまさに教唆なんですよ。覚醒剤を使いたいからって言って覚醒剤売ってくださいっておびき寄せした、いわゆるおとり捜査なんですが、そうすると一緒に覚醒剤を使おうとしてたという仲間に入れられてっていうか、まあ教唆っていうね、これまあ本当に裁判で有罪になるかどうか微妙ですけども、教唆っていうのはまあそういうことです。覚醒剤を持ってなくても使ってなくても教唆が適用されてで逮捕されてるんですね。で同じように大津がこんなこと一生懸命言ってますが、ちょっと調べれば分かる話なんですよ。もちろんね、豊田弁護士が言ってたからって そんなんには許されませんからね。弁護士が言ってたからって関係ないですから、これどう考えても犯罪じゃないことを犯罪者ということを信じて大津と一緒に行動してる人は共同不法行為かあるいは教唆っていうところで民事も刑事も問われるということになりますので、まあこれ何度も注意してるんですよね。まあ僕が多分それを言ったら業務妨害みたいなことを言ってるんでしょうが、まあこれ白黒はっきり間もなくつきますので、今しばらくお待ちください。以上です。NHK をぶっ壊。